エル・ロメラル遺跡は、スペイン・アンダルシア州マラガ県アンテケーラ近郊にある高校遺跡。紀元前1800年頃に建設された史跡簿である。ロメラル洞窟やロメラル史跡簿と表記されることもある。アンテケーラ市街地から北東に 2.5km の場所にある。新石器時代の構造物としては、南ヨーロッパ有数の遺跡である。 この地域には三つの史跡墓があり、エル・ロメラル遺跡の他には、メンガ史跡墓とビエラ史跡墓がある。エル・ロメラル遺跡スペインにおける1、120世紀後半まで、メンガ史跡墓、ビエラ史跡墓、エル・ロメラル遺跡の三つは、同時代の遺跡であると信じられていた。しかしその後の研究によって、メンガ史跡墓とビエラ史跡墓は、紀元前3800年頃、エル・ロメラル遺跡は、 紀元前1800年頃に建設され、両者の間には大きな時間的隔たりがあることが明らかとなった。メンガ史跡墓とビエラ史跡墓は長方形の部屋を持つが、エル・ロメラル遺跡はこれらの史跡墓とは異なる間取りであり、また、石材の種類も異なっているため、約 200km 東に位置するロス・ミリアレスの文化の影響下にあったとされる。2016年に、 トルコのイスタンブールで開催された第40回世界遺産委員会では、これら3つの史跡簿に、エル・トルカル自然保護区を加えたアンテケーラ近郊の史跡簿遺跡群が、アンテケーラのドルメン遺跡として、世界遺産に登録された。遺跡全体の見取り図、エル・ロメラル遺跡は、紛糾で覆われた埋葬室である。ドライストーンが埋め込まれた壁を持つ長い通路、石板が埋め込まれた天井を持つ、 埋葬室の二つの構造からなる。エルロメラル遺跡の中からは人骨や副葬品が発見されているため、この遺跡が埋葬地であったことは確かである。大きな埋葬室と小さな埋葬室がある。大きな埋葬室は直径4.2メートルであり、通路と同様の方法で建設された受け材を持つ壁がある。 廊下の床面と大きな埋葬室は突き固めた土を用いている。小さな埋葬室は大きな埋葬室と長方形の廊下で連結されているが、見学者は通ることができない。小さな埋葬室は直径2メートルであり、石材の平板で覆われている。ありがとうございます。